姫、お疲れになったでしょう。あれは重いですものね。弓矢の貫通を防ぎ、太刀の打撃を少しでも弱めるためには、どうしても重くなってしまうのですよ。箱？鎧櫃のことですか？そうですね。豪華な飾りもついているし、館に置いておくならともかく、戦場に持っていくには少しね。されど鎧櫃は仕方ないとしても、鎧そのものはもう少し。ええ、実はね、もっと軽く作れないものかとずっと考えておりますのよ。そう、もっと軽く、もっと丈夫に。大エビの殻のように軽くて硬く、肘や膝を伸ばしたり曲げたりの動きが自在になるような材質、そのようなものがないものかといろいろ手を尽くして探してはいるのですが。そうなのです。あの可動性は神仏の作りたもうた奇跡かと。そうですね。人が身にまとえるくらい巨大な殻を持つエビがどこかにいてくれるととても助かるのですけど。そうですわね。もしかしたら兄なら取れるかもしれませんが。そろそろ出発ですよ、姫。なんだ、意外と元気そうだな。ああ、昨日から足軽に混ざってた。そう簡単にお前に気づかれるようじゃ、俺もしまいだろ。体ほぐしてんのか？貝殻骨、よく動かしとけよ。背中のここんとこだ。二つあるだろ。こいつが固まると体の動きが悪くなる。腕も首もこいつに引っ張られてギクシャクするからな。この周りの筋をよくほぐしておくといい。わかるか？俺はもう行くぜ。
長いしてっと先代にげんこつ食らうからな。そんな顔するなって。何かあればすぐ呼べばいい。いつでも誰か来る。言っただろう、いつでも俺たちがそばにいるって。任務の最中だと厳しいかもしれないが、お前の声はいつでも聞こえるようにはしておく。じゃあね、もう寝ろよ。昨年、信玄は千曲川の東南に城を建て、そこに長身の高坂壇城を置きました。それが海津城。本来ならばこれから真っ先に攻めるべき城です。おそらくお庭家殿は攻撃を命ずることはありますまい。ここで海津城を落とせば後の戦いに有利になります。信玄ならば落とすでしょう。私でもそういたします。いいえ、なさいますまい。お庭家殿がお庭家殿だからです。三つ海殿、良い月が出ておるぞ。櫓に登ってみるか。どうだ、いざ酔いの月が美しいだろう。西川と千曲川の月明に映えて、まるで大地に横たわる天の川のようだな。良い眺めだが、この時間では海津城まではさすがに見えぬか。今日は朝からあれを落とせと諸将がうるそうてならぬ。俺が出陣したことはすでに信玄も知っておるはずだ。明日にも配下の軍が続々と集まってくるだろう。だから落とすなら今日だとな。まことうるさいことよ。つまらぬからさ。あそこにおるのは高坂壇城というまだ若い武将だ。農民の子が信玄の奥近従となり、頭角を現して今の地位まで上り詰めた。昨年あの海津城に入り、今は俺がどう動いても迎え撃つつもりでけなげに待ち構えておるのよ。今ならばあの城は落とせる。信玄ならば即座に撃つであろう。だが
俺はやりたくない。鬼姫殿がどうした？お？何故そう思うのか申しておったか。なるほどの、読まれておったか。そうだ、俺が俺であるがゆえに俺はあの城を落とさぬ。綾姫殿は自分なら必ず落とすとそう申してはおらなんだか。だからさ、誰でもそうする。信玄ならばなおさらだ。だが俺はそれが嫌なのだ。あのタヌキめのそういうやり方が気に食わんのよ。俺は信玄と尋常に立ち会いたい。俺が勝つか奴が勝つか、正々堂々と勝負を決めたいのだ。あのタヌキのことだ。今俺が海津城を落とし、それから奴との戦いに臨めば、必ずや後で苦情を言い立ててくるだろう。そのような真似はさせぬ。今度こそ俺は信玄タヌキと真正面からぶつかるのだ。さて、ところで三塚井殿、信玄の軍がどのように出てくるか数日見届けた上で、俺は八幡原を渡る。この善光寺平に大仁田隊と兵五千を残していくが、三塚井殿はどうしたい？八幡原を渡れば海津城は目の前だ。いつ戦が始まるやもしれぬ。ここでしばし戦局を見るか、俺について前線に出るか、好きな方を選ぶがよい。泉？俺のあの泉か。それに水縄だと。そうか、水縄か。思い出したぞ、確かにそう申した。美しき水縄の立つ清らかな泉なのだ、あれは。